お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ SBS.com.au スラスジャパニーズへどうぞ今週日曜日に開催される毎年恒例のシドニーマラソン日本からも多くのランナーが参加することで知られるこの大会はシドニーオリンピックの翌年から始まりオリンピックコースを徐々に変更しながら行われてきました 今日はオーストラリアワイドの番外編としてフロスト優子さんにお話を伺います。ワインの専門家として過去にも SBS 日本語放送に登場しているフロストさんですが、実はマラソンランナーでもあります。まずはマラソンを始めたそのきっかけから聞いてみました。ランニング自体を定期的に始めたのは多分10年ぐらい前なんですけれども、初めてフルマラソンを走ったのは確か2015年のシドニーマラソンでした。 資格試験に向けてちょっと勉強してた時期があったんですけど、うん、その間にちょっとやっぱり勉強してるとちょっとずっと辛くなってきて運動が必要だなと思って、で、そのリフレッシュのために始めたんですけれども、でも子供の頃は実は本当運動が本当に苦手な子供で、走るのは本当に特にもう大嫌いで、もう家だってずっと本とか読んでる子だったんですけど、でもまあ、 大人になってからこう、やっぱり靴だけでこう手軽に始められるっていうランニングが楽だなと思いまして、チームとかもいらないじゃないですか、ランニングって。まあ一人で自分の好きな時に好きなペースでできるっていうのが楽だなと思って始めました。今はランニング仲間がたくさんできたので、えっ、ー、と、友達と走ったり、あとはランニングクラブに所属しているので、一緒にその仲間で定期的に走ったりしてます。 このランニングループっていうのは人数多いんですか私のやってるクラブはあの女子だけのクラブなんですけど、正式に誰も登録をしてないので、何人実際いるかはちょっと不明なんですけど、まあ大体いつも10人、15人ぐらいは集まる感じですかね。日に、週によって違いますけど。はい。あの、どれくらいの頻度でこのマラソン大会に参加されてるんですか私多分かなりちょっとあのレアなケースだと思うんですけど、私は この3年ぐらいは実は7回から10回ぐらい1年に走ってまして、そんなに走る人多分そんなにいないと思うんですけど、あのかなり本格的ですよね。本格的というか、まあ無茶だと思います。あんまり、あんまり一般的には進められない走り方だと思いますけど、前はあのハーフとかも出てたんですけど、今はずっとフルマラソンに絞ってます。レースは。はい。これだけ1年に多く参加する理由っていうのは何かあるんですか 何かこう、レースってなんかこうちょっと魔術のようなものがあるというか、不思議な魅力があって、まあ42キロ走るってやっぱり何回走ってもやっぱり大変なんですね、毎回。なんですけど、その終わった時のもう達成感がもう本当に他ではちょっと味わえないこう満足感があったり、あと、 やっぱり終わるたびにちょっと自分偉いぞって思えるし、自分にちょっとまだ自信がつくというか、ちょっと他ではちょっと味わえないこう満足感があるとこですかね。うん、あの今日は9月15日に開催されるシドニーマラソンがあるということでフロストさんにお話をしてるんですけど、はい、あのしばらく走っていなかった方、または今回初めて参加するという方にアドバイスみたいのいただけますかそうですね、もう今年に関してはもう今更という感じなので、まあ今後 初めてマラソンを走りたいとか、これから始められたいという方でしたら、マラソンって大体まあ、遅くても半年ぐらい前からトレーニングをまあ、準備するのが一般的だと思うんですけど、例えばまあ、初めて走る方だったら、まあ、本当に短い距離からちょっとずつ始めて、まあ、例えば週に3回ぐらい走れる時間があるんだったら、まあ、平日にちょっと短い距離、例えば3キロとか5キロとかぐらいから始めて、 で、週末ちょ、もうちょっと長めに、まあ、7キロ走ってみて、それがま、1周目だとしたら、まあ、次の週もまたもう一回3キロ、5キロ走って、じゃ週末はじゃ今度8キロ走ってみるっていうのをこう繰り返しながら、だんだんその週末の長い、あの、ランニングの距離を伸ばしていって、最終的にまあ、本当に理想的に言うと30キロまで走るのが理想なんですね。まあ、それで徐々にこう、こう、走れる距離を伸ばしていくっていうのがおすすめです。 でもなんか仕事、実際でもお忙しい方も多いじゃないですか。勉強もあるし仕事もあるっていう方がほとんどだと思いますので、まあ自分なりにこうペースをつかんで、あのー、やるのも大事だと思います。えっ、ー、と、長距離を一人で走るって結構精神的に辛いんですね。もう多分最初まあ乗ってきてもだんだん15キロとか超えてくるぐらいから、 一人でこう、その練習に向き合わなきゃいけないので結構精神的に辛いので、やっぱりこう仲間を見つけるっていうのはやっぱりすごくいいと思います。同じレースにを目指している友達を見つけて、同じペースで、あの、一緒に練習ができれば、まあ、一人よりも、まあ、二人とかで走った方が長距離の練習はやっぱり精神的にも楽ですし、最近はもう Facebook とか WhatsApp とか、WhatsApp What じゃないミートアップかっていうなんかグループをこう見つけられるツールもあるので、そういうところで、 あの、仲間を見つけられるのもいいと思います。フロストさんみたいに本格的になると練習やその内容っていうのはどういった感じになるのでしょうかそうですね。最初は私もそういうふうにトレーニングプログラムをこう、例えばなんかネットを探せばいくらでもマラソンのトレーニングプログラムって出てくるので、それに沿った練習をしてたんですけど、まあ私は多分これだけ数をやってるので、ちょっとこのレースに向けてっていうトレーニングが結構もう、 間に合わないんですね。一回のレースが終わったらもう次のレースがもう一ヶ月後とかなので、結構いい加減です。なんですけど、私個人の状態で言うと、もう記録よりももうレースを楽しみたいなっていう気持ちが先に立ってしまっているので、まあ、とにかくもう楽しむことがまず一番ということで、あまり本当に無理だけはしない、気分が乗らない時は走らないっていうのは大事にしてまして、長距離練習をちょっとずつ伸ばしていくっていうこと以外であれば、 結構体幹を鍛えるのも大事なので、ジムに行ってます、週3で。まあ必ずその筋トレは入れるようにしてて、トレーニングに。で、まあ、えっ、ー、と、週末は長めの距離をやっぱり一人で走ったり、友達と走ったりしてます。食事管理というのもあるんですかあんまりしてないですね。まあ基本的にそんなにジャンクフード的なものっていうのはそもそもあんまり食べないんですけど、あるとしたら、まあ、レースの一週間ぐらい前からお酒をこう控えるようにはしてます。 で、私、職業からやっぱりそれがどうしても厳しい時も、まあ、イベントとかもあるので、難しい時もあるんですけど、まあ、それはちょっと、じゃあ、ちょっと早めに始めて、その一日だけはちょっと会食がある日とかは、まあ、飲んで、また、じゃあ次の日ちょっとやめてっていう。まあ、ちょっとあまり、まあ、フレキシブルに、まあ、お酒はでもいつもよりは必ず抑えめにして、体に水分を貯めるってことは心がけるのと、あとはなんかこう、グルテンがちょっと、 あんまりよろしくないというか、お腹がちょっと弱い人は特にあると思うんですけど、マラソン走ってるときって結構やっぱお腹が冷えたりするので、お腹弱い人はちょっと、なんか、こう、消化に良くないものをあまり食べない方がいいのかなって。うん、私は本当になんか小麦をちょっと減らすと調子が良くなったので、もし同じ悩み持っていらっしゃる方がいたら、あの、試されてもいいかもしれないです。 あの、フロストさんの大会前日のメニューっていうのはどういった感じですかあんまり普段と変わらないですね。あんまり、だからやっぱりあ脂っこいものとかすごく辛いものとかは控えて、炭水化物は白いお米とか、消化の良い炭水化物。でもそんなにどっか食いはしないですね、やっぱり。で、やっぱり先ほどもお申し上げたようにお酒を控えて、あと水分は意識してたくさん取るようにしてます。あとはまあ、フルーツも。 結構糖質なのでいいかもしれないですね。ストレッチなのも重要になってくると思うんですけど、マラソンで特に重要な部分とかはあるんですかもう基本的にやっぱ足全体だと思うんですけど人によって多分癖があるんじゃないかと思うんです。走り方って。やっぱどうしても痛くなったり硬くなったりする場所って人によってあると思うんですけど、まあ足、あとももと膝ですかね。あとはまあ普段、もともと走らない人でもリラックス効果があるので、 なんか意識してやられるといいかもしれないですね。9月というと、この日によってはね、本当に夏日のように暑い時もあるんですけど。はい、そうですね。こういった中の暑さ対策、うん、この走ってる時、またはその前の対策としてどういったことが挙げられますか、はい、とにかくあの、その当日だけじゃなくて、その前々日ぐらいから水はたくさん飲んでおくことです。特にレースに向けてっていう意味ですけど。あの、もう3日ぐらい前からもう水をもうたくさん飲んで、まあ1日2リットル、3リットル。 飲んで、まあちょっとあのトイレにすごく行きたくなっちゃいますけど、当日じゃなく、だけじゃなくて前日から飲むこと。えっと、それからスポーツドリンクもいいですよね。ちょっとあの、糖分が入っているようなものですかね。ポカリスセット的なやつ。で、まあ練習に関してはもう朝早い時間とかを狙って、早めにもう済ませてしまう。あの、やっぱ水辺とかは涼しいので、はい、その辺を走ったり、あと日陰の多い公園とかを意識して走って、 でまあ、水を持って走る方も多いと思うんですけど、まあ、あのバブラっていうんですか日本語で水飲み場と、ね、いうものもたくさんあるので、はい、それも利用していただいてあの水喉渇く前にこまめに水分補給されることがあの大事だと思いますあのフルマラソンとなるとあ,のあまりマラソン慣れしてない方はどのようにペースを取ったらいいのかちょっとわかからなないいもしれないんですけどそうです、ね、私も最初はペースって何って感じだったので全然分からなくて。 あの、予想、これぐらいの時間で終わりますよみたいなグループに最初分けられて皆さん走ると思うんですけども、自分じゃ全然分からなくて、一番多分遅か、遅いグループで私もスタートしたと思うんですけど、最初はあまりもう、あんまり考えずに意識、もう無理、ちょっといつもより遅めぐらいでスタートするぐらいでいいと思います。で、まあ、大体こう慣れてくると皆さんこうスマートウォッチみたいなのを使い始めると思うんですけど、まあ、それで最初に走ってみて、あ,あ、 これぐらいが自分のペースだなっていうのを把握して、自分のペースをこう把握していくって感じになると思います。でもなんかこうレースの時っていつもより絶対速くなっちゃうんですよ。人にあのこう釣られてしまうので。まあだから練習中はまあちょっとこう走る時も、た例えば友達と走っても息が上がらないぐらいのペースでこう走るぐらいがちょうどいいと思いますし、そこからまあ自分でだんだんペースを上げていけるようになると思うので、レースの日はさらにこう、 自然と自分でこう意識しなくてもペースって上がっていくので、あまり意識しすぎない、特に初心者の方は、のがいいと思います。この9月15日のシドニーマラソンに向けて、ね、参加者に何かアドバイスっていうのはありますかそうですね。あの、とにかくもう本当にあんまり考えすぎずに楽しまれることですかね。シドニーのマラソンってすごく景色の綺麗なコースだと思うんですよ。 私もなんかいろんなマラソン出ましたけど、特に本当にそれでもやっぱりシドニーはかなりあの景観が美しいコースの一つだと思いますし、あの本当特に初めての方にはすごく特別な経験になられると思うので、あの、なんとかしない、このタイムで走らなきゃとか、思うよりも、あの本当にコースを楽しんで、あの、まあ、42キロ、1キロずつ楽しんで、 本当初めての方、本当に特に初めてってやっぱり特別ですし、うん、本当にあまり気負わずに、あの景色を楽しみ、雰囲気を楽しみ、周りのランナーとこう支え合いながら、あの、お祭りなのでね、ランニングフェスティバルっていうぐらいですから、楽しんでいただければ、あの、嬉しいと思います。プロステさん、今日はありがとうございました。はい、失礼します。 もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。